パラマッチ TV。 皆さんこんにちは。こんにちは。ここからは OHK アナのクスクスのお時間です。 OHK アナウンサーの森夏実と萩原渉です。この2人が揃っているということ は本日のテーマはこちらです。アナウタプロジェクト。アナウタプロジェクト。いやこれまでの経緯を、ね、簡単に説明しますと、はい、このプロジェクトが発足、なぜ発足したのか。私と森アナウンサーは昭和歌謡夏メロが大好きという共通点があるんですけれども、 FM 岡山さんの番組ラジオのフリートークの中で、まあ、そういう話になりまして、で本当は発端としては私が森さんと一緒にもしかしてパート2をカラオケで歌いたかった、ただそれだけなんです。ただそれだけの下心だったんですけども、いやそれじゃあもっとあまりにもということで、もっと社会性を持たせて、うん、OHK のオリジナルの歌を私たちがデュエットするっていうのはどうかなということで、アナウタプロジェクトということで発足したんですよね。はい、音楽プロデューサーの古市プロデューサーにアドバイスをいただきまして、はい、曲を作るんであればテーマを持たせた方がいいということで楽曲のテーマを決めました。結婚式を迎えるカップルや式場に向けた応援ソングを作ろうということになりまして、曲作りは岡山市在住の作曲家パンツゴンザレス哲郎さんに楽曲の制作を依頼することも決まりましたね。はい、パンツさんがね一生懸命考えて多分作ってくださってるんですよね。はい、まあ、パンツゴンザレス哲郎さんという名前ですけれども、岡山の、ね、企業のイメージソングであったり、うん、イベントのテーマソングとか学校の歌も作られてるすごい方なんですよ実はね。本当に。でそのパンツゴンザレス哲郎さんが歌詞を曲を考えてくださる、メロディーを考えてくださる、で歌詞についてはこういう歌詞をオリジナル曲に盛り込んだらいいじゃないですかということで皆さんに募集しまして、視聴者の皆さんからねもうたくさんの素敵なワードが寄せられたんですよね。はい、本当に皆さんの個性あふれる、うん、また温かなフレーズがたくさん集まりました。はい、その歌詞の中から実際にいろんなフレーズを使う、うん、はい、ということなんですが、そうですよね。そしてパンツさんが曲を今一生懸命、ね、はい、メロディーを、ね、考えてくださっていたんですけれども、はい、なんと、まあ、そのまあ、パンツさん曲を考えてくださっている間に私たちもねちょっと私たちだけのんびりしてるわけにはいかないので、ボイストレーニングというものに初めて取り組みましたよね。はい、普段のアナウンサーの仕事とは全く違うナレーションやニュース読みとは違った体の部分を使ってボイストレーニング初めてしたんですが、声の出方全然変わりましたよね。そうですね、まあ、森さんはもともと上手で素質があったんですけども、私はなかなかね、いやカラオケは結構得意な方だと自負していたんですが、まあ、コロナ禍の間ねなかなかカラオケに行くこともできなくてという言い訳があって歌の力が落ちてたんですけども、いやこうやって歌を歌うときには声を出すんだとか、うん、こういうことに気をつけたらいいですよっていう非常にためになるアドバイスをいただきましてね。そうですね、歌唱力が増しましたね。増しました。私たち向けのアドバイスだったんですが、歌好きの方地域の皆さんにも大変参考になるアドバイスを栗木先生からいただきましたので、ぜひ YouTube チャンネル OHK アナのクスクスで過去の回もご覧いただけますので、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。カラオケが上手になりたい方必見です。はい、必見です。はい、そして、まあ、そうこうしているうちにパンツさんから曲が仕上がりましたよという連絡をいただきまして、はい、で曲ね1曲かと思ったらなんと3曲も作ってくださいまして、びっくりしました。私たちのイメージに合わせて作っていたら3曲もできましたというふうにありがたいお言葉をいただきまして、その3曲から、ね、選ばなきゃいけないんですよ。難しい。難しそうですね。はい、皆さんどんな3曲か気になるでしょう。それではご覧ください。前回のクスクスで集まったフレーズを萩原さんと一緒に見ていきましたが、うん、はい、今日改めて4月末までで皆さんから応募いただいたフレーズこちらにまとめておりますが、この歌詞を盛り込んだ素敵な曲がこれから出来上がっていくということで、うん、そうなんですよ。パンツさんから3曲作りましたっていう連絡があって、ちょっとこう聞いてみようかな。はい、楽しみ、ね、聞いてみましょうか。早速ね1曲目です。
ね、はい、前向きになれそうな。これメロディーだけだから、これにどんな、ね、歌詞が合うかっていう。岡山県には朝声声と言われる有名なお笑い芸人がいる。合うな。後進っぽい感じだったので。後進っぽい感じがある。歩んでいこうとか、そういう動きをつけられそうな歌詞がいいなって思いました。うん、歩こう歩こう夢に向かって一歩ずつとか。あ、そういうね、前向きなイメージだよね。はい、1曲目からもうこの曲でいいんじゃないかなって、この曲でいいんじゃないかって思うぐらい。はい、うん、じゃあ2曲目聴いてみる？はい、これ。あー、いいな。全然テイストが違いますね。違う、加山雄三さんだ。違うか。溢れる感じの歌詞ないかな。あ、日頃の感謝、花束とか。あ、いいね。幸せを紡いでね。あ、素敵素敵。でも温かくなるような歌詞を選びたいですね。やっぱりメロディーと合うような。岡山県には朝声声と言われる有名なお笑い芸人がいると。じゃあパンツさんに今回送っていただいた最後の3曲目ね。ミュージックフェア始まるか思ったもん。本当に。こうさりげない小さな日常の幸せ、愛がこうだんだん続いていくよっていうイメージ。なんかどんな歌詞が入ったとしてもこう絵が浮かんでくるようなメロディーだったね。想像できる感じでした、うん、この幾千の星、一番輝く星、それは運命の巡り合わせとか。入り壮大だもんね。そうなんですよ。
この歌詞も素敵じゃないですか。頑張らなくていいんだよ、うん、抱え込まなくていいんだよ、二人で一緒に分け合おう。あ、いいね、いいメッセージ。優しいですよね。優しい優しい。一番聞いてみて、うん、推しは、推しもう全て推しなんだけど、やはり最後に聞いたからかな。僕あの最後の3つ目の曲のこの入りと、あのストーリー性のある展開がすごく好きなんだけどな。私もです。あ、本当に。なんか3のあのこう昭和歌謡っぽさが一番濃厚に出てるところが、やはり最初のスタートが昭和歌謡だった。そうですね。私たちの希望としては、うん、じゃあ、ね、3曲目に3曲目しましょうか。どうでしょうかね。いやもう3曲とも、 もういずれもいい素敵な曲でした、ね、それぞれ個性があっていい曲なんですけれども、こう続けがたいんですが、2人の間で意見が一致したのが3曲目に決定しました。3曲目悩みましたけどね、だいぶ悩みましたけどね、はい、でもやっぱり壮大な感じが良、ね、かったので、物語を紡いでいくような歌詞にしたいねというふうに萩原さんと2人で話していて、うん、このメロディーだったら、うん、ストーリー性を持たせられるんじゃないかというふうに話していて、二、ね、人の物語を紡いでいけるんじゃないかなと。二、うん、人の物語かどうかはちょっとわからないんですけど、私が勝手に思ってるだけですが。いやね、いやそれにしても、うん、あの VTR、はい、私たちここで初めて見ましたが、今初めて見ましたけれども、スタッフの癖が強かったですね、編集の。あのイメージ映像何ですか。どこの国籍の方かわからない方がいっぱい登場してました、ね、国籍でしたけども、鳥の親子も映ってましたしね。映ってました、はい、いやすごく楽しい編集をしてもらって、ね、はい、ありがとうございます。で今回パンツさんに3曲素敵な曲を挙げていただいて、その中から3曲目に私たち決めたんですが、改めてどんなこだわりを持って3曲目作っていただいたのかということを、皆さんから募集したフレーズの披露も合わせてパンツさんに会ってきましたの で、ね、そちらの VTR もございます、はい、どうぞご覧ください。歌詞フレーズを募集したところ、もうたくさんのワードをお寄せいただきまして、はい、それがこちらです。これですよ。こんなに集まりました。すごいですよね、うん、もう文字でびっしりなんですけれども、僕なんかもう岡山県には朝声声と言われる有名なお笑い芸人がいるわ。また言ってる。ちょっと盛り込んでほしいなと思う。いや、その下の素敵なとこ探そうっていうのはすごくいいフレーズかなと思うんですけど、あ、場所のとこと多分その素敵なとこっていうのは、うん、なんかその相手に対して、なんかかけ言葉って言ったらいいんですかね。なるほどなるほど。すごくいいフレーズな気がしますよ。とこがこうカタカナになってるのもね、うんうん、おしゃれですね。いいですね。これね、送ってくださった方、たまたま朝声声の下にあったから今パンツさんが混みやすい感じになって、うん、ワードフレーズを曲に当てはめていくということなんですが、私たち先日曲も3案聞かせていただいて、パンツさんありがとうございました。3つ候補作っていただいてありがとうございます。一番いいなと思ったのが2人の中で一致してて、はい、3つ目の曲、やっぱり3つ目の曲が一番こう昭和歌謡な感じがして、うん、あのオープニングのところイントロですか、なんかもうミュージックフェアで森山良子さんと谷村新司さんが登場するのかなというような感じのこの曲を作るときにどういう気持ちを大切にして作られたんですか。この曲だけ8分の6拍子なんです。チャッ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 っていう、この8分の6拍子ってなんか心とこう耳にすごく訴えかける、音楽としての訴えかけるものが大きい気がして、なんかそれでこう8分の6拍子にさせていただいているっていうのもありますし、聴いてて懐かしい感じがしますよね。懐かしい感じがする、うん、もう本当に音楽に関しては我々ど素人なんですけれども、うん、その4分の4とか8分の6がよくわからないんですが、うん、でも言われてみると本当におっしゃる通りで、なんかこう懐かしさが感じられたりとか、うん、心に訴えかけてくるものがありますよね。あります。まさにこう2人で、ね、一緒に歩んでいこうっていうのが伝わってくるメロディー、うんうん、そしてそんな歌詞に、ね、はい、なったらいいかなと。実際に今この曲で進めていくとしたら、はい、フレーズを当てはめていくっていう作業に移られるってことですかね、これから。シーンと
母音がすごく大事になってくるんですけど、はい、はまるはまらないみたいな感じで、はいはい、だからそれとやっぱりその気持ち、その曲を通しての気持ちっていうのがこうしっかり合うようにこう紡いでいけたらなと思ってますね。次はじゃあ完成した曲が弾けるってことですか。歌詞入りのこのメロディーに歌詞がついたものを次回は聴かせていただけると。そうですね、なんかそのもう完成に至るまでっていうのはなんかいろいろなことでもしたいなとは思ってるので、なんかいろんなこだわりとかも入れたりとかみたいな。ありがとうございます。ありがとうございます。いろんなトッピングトッピングを、ね、重ねてパンツパンツした曲をパンツパンツした曲っていうのはよくわかりませんけど、はい、パンツさんらしい曲を。であとはやっぱりあの前もお伝えしたかもしれないんですけど、僕と森が見つめ合うようなシーン、ハモるハモるパート見つめ合いながら、見つめ合うは入れたかどうかわからないですけどね。こちらはあの拒絶するんですけど、なんかハモれそうなところあります。そうですね、それこそこれ今サビ前なんですけど、はい、ハモってサビに入ったらいいかなと思います。じゃあ萩原さんが例えばメロディーラインを歌われるとしたら、ぬるるるるで私がぬるるるる。覚えるの早いな。それ任せた任せた僕主旋律歌うからもうあのハモって2番は変え、こう変わり番号した。あれもう僕ずっと主旋律でいいですよ、ハモリ担当で彼女がいやもうハモリは任せたから、でも本当にあの希望してたハモリを盛り込んでもらえるようで、ありがとうございます。ありがとうございます。あとはあのじっくりこう2人が見つめ合うシーンね。いやそれはあのあるかどうかわからないですが、いやまあそれなくてもそれは僕が見つめてればいいわけだから一方的に一切視線を合わさなかった前向いて私は。いやでも素敵な曲が出来上がりそうですね。そうですね、皆さんからお寄せいただいた、うん、あのたくさんのフレーズの中からこれからあのメロディーに、そうですね、歌詞を当てはめていって、もうできるだけ本当にたくさんのアドを、ね、採用していただきたいなと思いますが。そうですね、でも改めて本当に皆さんからお寄せいただいたフレーズ、もう温かいフレーズばかりで、パンツさんのあのメロディーとどういう風に調和していくのか、ね、コラボレーションしていくのか、はい、地元完全オリジナルなので、うん、もう OHK のオリジナルソングですかね、はいはい、私と森さんが紡ぐ物語、二人で急になんかそんな気がない感じなんですけど、まあ、OHK のオリジナル、花歌プロジェクト、はいね、いやどんな風に完成していくのか、はい、ただ曲作りはもちろんなんですが、この後レコーディングに、うん、レコーディングミュージックビデオ、ミュージックビデオ撮らないといけないので、やることはまだまだたくさんありますので、これからもこちらの OHK アナのクスクス、そしてナンションで引き続きお届けしてまいりますので、皆さんお楽しみに。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ、さようなら。何だ